はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃらん、ニュースライブツアー2020ストーリーというのをね、見させていただきながら、私が思うままにいろんなことをお話ししていく動画、今日であっという間にもう5本目までやってきましたけれども、ここまでですね、ストーリー、スーパースター、トップガン、セブン、そして生きろ、パーフェクトラバー、You are not alone、恋、松田君のソロの曲、ここまで、8曲聴かせていただきましたけれども、このあとはですね、これナラティブって読むんですかね、これ読み方ちょっとね怪しくて申し訳ないですけども、これがどうやらちょっと今歌聴かせてもらう前に調べたら加藤君のソロの曲のようですね。ナラティブというのは、和訳すると物語、話術などというのを意味する単語ですというふうに書いてますけれども、ここから続きね来ると思いますので、早速見させていただきたいなというふうに思います。それでは、前回増田君のソロの曲恋が終わったところ、34分28秒のところから続きを見てみましょう。再生ポン。今ねお客さん暗転で温かい拍手。さあ、そしてあさっきのね、前回に見たやつかな、森の中に入って果実を取りに行った男の子の話、マスターが探していた地図のかけらでした。あ、そのお礼でもらったものがね、あ、これで地図がだんだん完成していくんだ。その頃カットはと、ストーリー・ア・ド・ビレッジ、ストーリーの村、困っている村人たちがいますと。加藤が話を聞くと、このところ曇り空ばかりで、作物が実らなくなってしまったと。なるほどなるほど。テンテンとピアノの伴奏でね、加藤は旗を振り風を起こして、なるほど、雲を払います。なるほどなるほど。今ね映像でも降ってますよ、パタパタ黄色い鳥がいます。しかしすぐに陰ってしまい晴れる様子がありません。あららら、どうしますこれ。加藤、英語で喋ってますね。加藤はさらに強い力で旗を振りました。雲が晴れると、なんと太陽が鎖に縛られていました。あら、泣いてる太陽のようにあります。悪い村人の仕業です。あらららら。加藤はもっと力を込めて大きく旗を振りますと、映像で振ってます。しかしなかなかうまくいきません。あ、また皆さん振ってくださいじゃない。どうか皆さんも一緒に風を起こしてください。ペンライトを左右に振ってみてと。あ、お客さんみんなやってます。体験型ライブですよねこれ。もうこの今までの4部作もこういうのありましたね。もっとお願いします、プリーズ、もーっと、みんなお客さんぐる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 振ってます。もっとお願いしますと。あ、太陽の鎖が溶けて無事鎖が切れました。 Thank you everyone と。さあ皆さん拍手。 Sunrise return to a village、 村に光が届きますと。村人喜んでます。はい、そしてダーンと音が終わって暗転からのバーンと、さあ緑色の心電図のようなこう線が出てきました。バーン、あ、加藤君が白い衣装でステージの真ん中に座っておりますよ。で、床に座ってる感じです。膝を抱えるような形でちょっと足を開いて、白雪の上羽ばたく残像、上を着ました、こういうヘッドセットマイクで。宿り木の、聞きながら歌ってますけど音安定しますね。どこまでも遠く、踊ってます。願いをもうまくり刻んでく呼吸の線、うわ声が響いて、うわ踊る、光のいい手の動き、夜夜空の色を教えてくれよ、うわすごい、足のステップも込みで、拾い集めて、くるっと待って、つむいだ、うまいね、上の無能と今。あと、インクのから、舞いを戻ろう。すごいな、足も上げながら。ナラティブ、ナラティブってタイトルだ。
ナルティーナルティー、これコーラスでね、今ダンスメインで加藤くん、ナルティーナルティーナルティー、すごい、こんなに手上げるのきついわ、ちょっと私痛い痛い痛い、肩痛くなってきて、ナルティー、さあ今度後ろにジュニアが何人いる、7人、4人、5人、6人ぐらいいるかな、6人いる、トゥカ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 トゥ、お、今度ラップ、グレージーマニー、生まれたストール、だいぶ低い音で、ふにひらめき、ごぜへりに恋し、すごい、回りながら、あなたの風になりたい、女性コーラス入って、体調はさらい、暗い、くさ、スタッフ、Oh, yeah, I will lie away, stay, お、すごい、かなで、お、ダンサーみんなひっくり返っちゃった、白線もと、はは、笑ってる、すごい、表現力。自由に叫べ、キトス、ムー、待て、うわ、もう語ってますね。風だよ、あなた歌い出した？られたほら、明かりを灯してゆく、ほどくすけを手は痛めてよなお、全然私言えてないですけど、めくる、めく、うん、すごい、あんだけ大きく動きながら、白雪の上、羽ばたく残像、降り積もる黒は、お、周りのね階段のようなもの上がっていきながら、混ざり合う、ライ、うわすごい、待て余すサード、うん、かっこいい、語り尽くせぬマロ、うん、そばめるきたマロをひたすらに抱き放った、高いけどロングトーン綺麗、加藤がやっぱ進化してる、未完成の声届けてページを開いてく、ナラティー、またこの踊り出ました、肩がちょっと私は痛くなっちゃう、ナラティー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 、かっこいいね、ここはもうなんか歌ってないもんね、ナルティーナルティーナルティー、うわかっこいい、ちょちょちょ、うわ足が片っぽ上がって、またしゃがんで足上がって、あ、うわ、そして後ろに倒れていった、このままふわっと倒れていっていなくなりましたよ、すごい演出がね、毎回加藤さんコーナーはこういうのありますよね、幻想的に見せてくれて、そして今ダンサーたちが残って踊っております、6人が各々の方向を向いて、タラッタラ、一人が立ち上がってスポットライトで、タラッタラ、右左でね、すごいあの大きな薄いビジョンにその踊ってるところが映って、かっこいいかっこいい、あ、お名前も一人一人出てるんですけど、私ちゃんとこう分かってない、シオン高橋かな、これは英語でパンと出てますけど、かっこいいかっこいい、下で踊ってる映像が横の大きな薄いスクリーンに映ってるんですよね、かっこいい、うわタタ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 、こんなまたリズムがあって、みんな踊ってタタ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 、左から3人4人で、あ、7人になってますね、タタ、私は踊れませんよ皆さん、言うまでもなく、さあそして真ん中で今度一人一人外を向いて円になって、タララ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 タララと、やっぱりジャニーズの子たちはすごいですよね、もう踊り普通に踊ってますけど、私たち凡人にはできないですよ、こういう動きは、ダーン、なんかメンバーというかグループの名前も一瞬出てたような気がしますけど、大きく歩きながら、あ、でもストーリーって書いてあるんだ、あれはタタタ、いっぱい文字が並んでましたけど、タララタララ、うわすごい、あ、下から3人上がってきた、真ん中のところからぐっと3人上がってきて、すごい、気がついたら見事に3人並びました、ダーン、だからがだからが、さあスタンドマイクで3人並んで、かわいいパーカー、デザインなんていうのあれ、ちょっとあちこちね布がポロポロしてますけど、色が絶妙だね、あれペンキでいっぱい重ねて塗ったみたいな、かっこいい、だからがだ、この前奏は有名なやつ、チャンカパーナ、まさ君楽しそう、笑顔で、だだ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 、キアバスで君に、あ、ダンサージュニアの子たちも一緒に踊って、神、うん、行く先は違うけれど俺は迷わず飲み乗る、小山くん手を振りながら、一人じゃ悲しすぎるよさ、誰かと話したかった、
君もうらしさなこちらかもなともな手を握るベビーちゃんちゃんちゃんかパーナちゃんかパーナいったね。後ろの上の映像もすごいちゃんちゃんちゃんかパーナって可愛く腰が出てますよ。体は問わないマミちゃんちゃんちゃんかパーナちゃんかパーナ。ちょっと私今見た感じでやってますので、ファンの方見たらね全然違うよって言われるかもしれないですけど、ちょっとスタンドマイクを倒して、この瞳狂えさしまいそう祈るの踊り気のなんか小指が上かちゃんかパーナー。ちょっと細かいとこすみません。ちゃんかパーナー。お、スタンドマイク持って今度はジュニアの、あら4人のうちの1人ずつ歌ってきました。タタを探したキュンマーク、服を脱ぎベッドに滑り込む花。あらすごい大役を任されちゃってみんな。さあ今の後ろでマサ君すごい嬉しそうに踊ってます。穴触れてんだ恋って好きなんていたずらに言うかな。お、ロングトーン綺麗に出てるこの子。あだねちゃんかんちゃんかばーなちゃんかばーな一番の美味しいものさあなんなんなんだからって君を抱いていたいベビーちゃんちゃんちゃんかばーなちゃんかばーなまたまた君を足りないよ。ちょっとスタンド前に可愛い。あれ震えてしまいそう。やるぞ。なんでこれできないんだ。私小指が上に行かないけど。チャンカパーナー。この子のロングトーンいいね。このチャンカパーナーって言ってる子。真ん中で増田君の目の前で歌ってますけど。タラッタラッ。あ、美しいって。なんかとこ喋る。美しい声をするよ。小山君美しい声にするからウインク。ちゃんかパーナー松田君いい笑顔で。ダーンダーン月が二人を探すから加藤君と小山君で松田君の前をこう手でやってますけど。その花は褐色の豚を出せ。いい表情で松田君。タカタカタタタタタタタジャンちゃんかパーナーちゃん。小山君がジュニアの子のこう教えながら、石をまじんしんのせいる体はふわ。あ、小指やっと上になった。ないベビーちゃんちゃんちゃんがパーナちゃんがパーナやめちゃせせのいさだらだらだ。もう歌詞全然言えなくなった。やだだらだら出て出てしまいそう夜のゾビリーの中できた。やっとちゃんがパーナ。うわ加藤君の顔の表情やっぱいいね。声を出す時のちゃんかパーナー。増田君のロングトーンすごい。あーすごい。すごっ。小山君がもう待ってる。あうおマスター君、これはこれはすごいですよ。なんかみんな小山君とかジュニアの子が指さして、あーデレ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 デマスター君言うからみんなお客さんも手拍子して、ジュニアも踊ってる。すごいすごい。ちゃんかパーナもういいですかって小山君。すごいねロングトーン。息が持たなかった。十分持た、息持たなかった。ジュニアが歌っちゃってるって話だからそうそう歌っちゃったね途中で。歌っちゃう。気持ちよかった。気持ちよかったです。ありがとうございます。ちゃんかパーナーと言ってたねと。いや日に日に強まっていくうちにだんだん伸びてんだと思ってあ、やっぱあのねロングトーンうまい子ね。マスター君昨日ぐらいから長かったよ。バレないかなと。バレてるよそらね。野沢ゆきくん、いやこの子いい声出てるよ、素晴らしい、最高ですねと。気持ちいいです。他の子が今喋って、イエーイと。ジャニーズっぽい顔してますねこの子ね。あ、喋っとくと小山くん、森永裕二ですと。金髪の子ね。今回
小山くんが頭ポンポン触って触れないんだねこれね。最後なんですが、ユーアのトロン聞いてて泣いてたら、うーん感動するよねあれは。マスター君、一人じゃないの、泣いても一人じゃないから、そういう歌だから。ああなるほど。お客さんから拍手出てます。今ウルルそんなやめてくれないと小山君。いや感動するよね、間近で先輩の歌聞いたら。いや本当にこの方はまた背の大きい子、4部作長い間5年間かかったんですけど、ファンの皆さんと一緒にこの終わってしまう寂しさとか喜びとか共有できて、僕すごい嬉しいです。ありがとう。メンバーなのって小山君に言われてますけど。続いて最後の曲になっちゃったか。うまい小山君、あの配信で全力出すのやめてくれる、うんと。であんまりしんみりするともう俺らが終わるみたいになるから、マサ君が。奥野雄二君、ミュージ君、ニュースのこと一番大好きな後輩、新野雄介ですと。綺麗な顔してるねこの子、誰にも負けません。うわー、それで嬉しいね。このツアーの移動はニュースのパーカー着て歩いて、ニュースの T シャツで。へえ、いや、ここの会場だけじゃなく今日は全世界に配信されてるってこと、うん、やっぱ気持ちをニュースに伝えたいと思うんで、ニュースしか勝たんハッシュタグでと。お、勇気あるよ。ニュースしか勝たんハッシュタグでニュースに気持ちを伝えてくださいと、お願いしますと。笑って、勝手にやんだよって加藤君。加藤君が勝手にやるなと。なんとか勝たんみたいなやつラジオで来たけどあんま好きじゃない。松田君あんま好きじゃないって。ニュースしか勝たん好きだねと小山君フォローしてる。さあ西村君、ありがとうございましたと。加藤君のね、向かって右側一番端っこ、いや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 と、なんか面白いマイクの手の置き方、どうにかなんだよ。やっぱ小山君言ったよほら。本当だよ、ちょっと気になるよね。西、小山に言いたいことあるんでしょと。お、そうなんですよねと小山君に向かって。前に洋服もいただいてマイクスタンド持ってた。注意されて、でこのツアー中に、うん、今つけてるピアスもいただいて、いいじゃない、すごい。あと美容院もいつも連れて行ってくださって、いいじゃない。お金まで払う、いい、すごいな。いいんだ言わなくて小山くん。うん、俺お金払って。行くとなんかそうね、西村くん来てるんだよ、楽屋で行ってもらえるかな加藤くんね、まあね、それはいいよ、押してくれてるから。美容院行くと小山の髪型だと、へえ、似てるもんねだって。松田君ほとんど一緒、そんなわけない。色違い、そんなことないじゃん。ジュニアありがとうと。いやーすごい。さあそれでは皆さん、ここにいる皆さん、そしてこれを見てくださってる皆さん、皆さんの両手をお借りして、あ、四つ葉のクローバー一緒に作りたいと思います。ちょっとこの辺で一回止めとこうかね。え、なんかここからまあ見たいですけど、いやチャンカパーナという楽曲はもう私ね、そんなにニュースを昔から聞いてたわけじゃないですけど、まあ有名で、今ね結構動きを一緒にやってみましたけど、やっぱ難しいねこれ、ちゃんと覚えないとね。もうどうやったら小指が上に来るんだろうと全然分からなかったですけど、こうしたらよかったですね。あ、ちょっとなんかもう、あ、もうできない、意識したら。もうでもこれをね、ファンの皆さんもこう一緒にやられてますし、で今もねお話ありましたけど、ジュニアの子たちがあのメインになって歌うっていうね、いやこれはなかなか斬新ですし、でも皆さんね、あのしっかり堂々と歌われてましたけど、やっぱり最後ね、ロングトーン長かったねって言ってたあの子はちょっと声の抜け方が一人違ってる感じはありましたね。将来有望な感じですけど、まあでもね、可愛らしく3人マイクスタンドで歌ってましたけど、やっぱチャンパカーナ、まあ、逆にチャンパカーナじゃない、チャンカパ。もうだんだんおじさんになってくると、こうもう文字の列がね、まあ、分からなくなってくるんですよね。チャンカパーナですよ皆さん、チャンパカーナじゃないですよ。チャンカパーナの最後、増田くんのロングトーン、あれはちょっと私対抗心が勝手に湧いてしまいましたけど、なー、結構長かったですね。あのレッスンの中で、ボイストレーニングのねレッスンの中で、ああいうあーっていうのがまあね、15秒いけばもう十分なんですよ標準で。20秒超えてくるともう結構長いで、さっきの30秒ぐらいいったかいってないかぐらいじゃないかな、全然測ってないですけど、なかなかいないです、あーのまま30秒伸ばせる人ってね。まあ、松田君のこのね、
まあ、声量というのの根本にあるこのやっぱ肺活量というんですかね、肺活量プラスその出す時の吐くペースですよね、それが非常に上手なので、ああやってまっすぐの音をいけるところまで伸ばしきれるというのは、最後はねやっぱ空気なくなってきてちょこっとガラガラっとこうなってましたけれども、いやあれはさすがですし、なかなか同じことできる人っていないと思います。さすがの増田くんならではの演出の一つだったんじゃないかなというふうに思いますけれども、そしてもう一つ前、ナラティブは加藤くんワールド炸裂だったですけど、ね、ナラティブって言ってるとこだけ全然歌わなかったですもんね。いやなんかどちらかというとその、ね、歌で表現というのはもちろん歌は歌われてるんですけど、ああいう、まあ、ジュニアの子たちもいて踊りが入ってて、サビのとこはもうね歌じゃなくてこう動きで見せるみたいな、一つのもう楽曲がパフォーマンス含めて作品みたいに加藤くんソロコーナー、まあ毎回ねそういうイメージは私あるんですけど、今回特にそんな感じで、途中でもうなんかねラップというかもうお話ししてるようなところもありましたけれども、あの曲の展開というかね、一曲として歌うだけで考えたら非常に難しい曲で、途中語りみたいなのも入るし、サビと言っていいか分かんないですけど、このねナーティーブのところはもう歌ってないわけですから、でも全体的にやっぱり加藤ワールドというのを作り出せるというのが、まあ、これもねまた増田君と表現の仕方は違えど、やっぱなかなかできることじゃないと思うんですよね。で最後ふわっとね後ろ側に倒れていっていなくなる演出、はい、あそこまでひっくるめてやっぱりこう見せる曲だったような気がしますけれども、いやでもこれねちょっと上から見てきて、今もうチャンカパーマさっき美容室の話出てましたけど、チャンカパーマなんてないですよ、どういう髪型チャンカパーマなって言いたかったんですけども、いろんなことがごちゃごちゃになってますけど、もうここまで来ちゃいましたから、まあ、まだね曲あるとはいえ、ところどころやっぱイントロ、ね、が入ってるから、なんかちょっと見たいけどだんだん寂しくももうすでになってきました、5本目終わりにしてという感じで、今回はナラティブ、家族のソロとそれからジュニアのちょっとダンスがあった後にチャンカパーナから少し遠く部分まで見させていただいて終わりとさせていただきたいと思います。続きはまた明日以降ということで、皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。